おじかは、海上自衛隊の輸送艦、三浦型輸送艦の2番艦。艦名は、お鹿半島に由来する。おじかは、第4次防衛力整備計画に基づく昭和48年度、計画輸送艦4152号艦として、石川島張馬東京第2工場で1974年6月10日に、寄港され、1975年9月4日に、浸水。 1976年3月22日に、収役し、自衛艦隊直轄第一輸送隊に編入され、横須賀に配備された。1992年、自衛隊カンボジア派遣のために、カンボジア派遣海上輸送補給部隊を編成、人員、車両を積載し、1992年9月17日に、三浦と共に、横須賀を出港、途中で、補給艦、とはだと、 合流、10月2日に、カンボジアのシハヌークビル港に入港した。この航海で台風に遭遇し、同行していた宮島茂げが撮影し、週刊、文春に掲載された、高天下を航行する写真が、平成5年度計画で、概算要求された8,900トン型輸送艦の予算要求に役立ったという、12月26日に、横須賀に寄港。 2001年8月10日、除籍。収益期間中の総工程は387,699回り、地球18周分に達した。高田洋次、初の空母型自衛艦、を隅、型の建造経緯、世界の艦船第911周回忍者、P102 から1032001年8月24日付、海上自衛新聞、第2面。ありがとうございます。